はい皆さんどうもこんにちはアシアです今日は久しぶりにロシアからのニュースをお伝えしたいと思います興味あったら是非最後まで見てくださいそしてチャンネル登録高評価も忘れずにではですね今日主に話したいニュースなんですけどプーチン大統領が5回目の任期就任しました主にこちらについて解説していきたいと思いますあと ロシアの防衛省のトップショイグ氏が辞任されたことについてとかもそういったニュースについても触れていきますでは先日5月7日にモスクワで季節外れの雪が降りましたねもう結構普通に緑が多いけど急に寒くなって雪が降ってその日にプーチェン大統領の5年目の就任式となりました初めてプーチェン大統領を就任したのは 2000年でしてもう25年ぐらい経ちますねでプーチン大統領もずっと権力握ってるんですけど結構聞かれる質問としてはプーチン大統領支持されてるんでしょうロシア人プーチン大統領支持してるよねみたいなプーチン大統領を選んだよねプーチン大統領はどうやって大統領になるまで至ったのかどうやって権力握ってるか また別の動画でも解説していきたいと思うんですけどもう25年目といったら今までのロシアのトップより長くて。 まだだスターリンよよりは長長くないんだけどどもうよっぽど長いですねなんでこんな5回目の任期が可能になったかっていうともうそれは2020年の憲法改正ですその憲法改正はすごく批判されてますしコロナ禍で行われたし不正も多かったしまた任期を伸ばすために他の法律他の新しい法律と合わせて大統領の権限について法律も盛り込んでるからその大統領の 人気を伸ばすだからつまりプーチン大統領はもう権力に執着してそれを握ってるわけだからそういう感じですね。もともとね KGB のトップで結局その就任式を見るともう20年前からずっと一緒にいた人たち大体プーチン大統領年齢と同じ人たちばっかりでプーチン大統領とにかく自分の周り頭いい人とか。 優秀な人っていうよりかは信頼してる人を自分に言うことを聞いてくれる人をなるべくそのトップとか偉いところに全部配置して絶対裏切られないようなそういう権力の握り方を作ってるからだからそれは支援されてますね。今今まででどどちららかとといいうとプーチン大大統統領領はは合法的に大統領でいられたけども今回は それはもう完全にななんか不正ののようなものそしてプーチン大統領が人気になったのはテレビと戦争のおかげ当時はチェチェンでの戦争だったんだけどだから未だにそういったツールを使って権力を握り続けようとしてるんですね今になってはもうプーチン大統領の就任式は学校でも強制的に見せられることになりました。 このプーチェンの5回目の人気は最後だとかっていう,もう絶対これ最後になるでしょっていろんな独立系メディア見て印象を受けますけどこの5回目の人気だと2030年まで,でプーチン大統領が大統領にいられる限りは戦争が終わりそうでもないしもう本当に大変なことになってるから何か変わることがないのかなってそういう希望もあるんですけど現時点では ななかなか現状は厳しいですねウクライナへの軍事侵攻も続いてますし終わりが見えない、まあ、自分も母国には絶対行けないしプーチン大統領が大統領でいられる限りは不可能でそれを見てやっぱり心苦ししいいなって思いますしそしてつい最近のニュースなんですけど今まで防衛省のトップショイグ氏が 辞任されてもうその役職はほぼあれみたいもう定年退職と同然のようなものらしいですね。そして少し前にショイグ氏の次に一番偉いその防衛省の人で逮捕された人がいてそしてもう国を裏切った罪に問われてるとかあと賄賂のことで罪に問われてるっていう岩の節がいるんですけどもうその時点でショイグ氏なんか 怪しいちょっと今後どうなるかわからないみたいな噂があったんですけどもうまさにショ師グシが辞任となってベローソフ氏っていう人が防衛省のトップになったんですけどそのベローソフ氏はそもそも経済学者で軍に全く無関係な人ですどうしてプーチン大統領そんな人を就任したのかおそらくですねショグシだだっったららまだカリスマ性があって結構知られて てますし、いろんなコネがあってショイグ氏の言うことを聞いてくれる人がいるで、プーチンとも仲いいもともと仲良かったんですけどでもベローソフ氏は軍隊と全く無関係だから軍人もベローソフ氏誰って感じありますしつまり簡単に言うとその軍隊の中で騒動を起こさないようにみたいな意味合いもありますねしかもウクライナの軍事侵攻の中でこんな軍での そそういういいこととが起きますとそれはそれはオクライナに対してはいこと多分ロシア軍はそれによっていろいろ今後も混乱が起こっていろんなレベルでいろんなその役職とかあるんだけどそこでねその組織の中で反乱が起こると見られますのでそれも戦争が終わることにつながったらなとも希望を持てますけど。 そうですね戦争の中でこんなことなんかありえないみんなすごくびっくりですって専門家の意見があるんですね。独立系メディアの専門家の意見とか記者の意見聞くとそれは戦争中なかなかありえないすごくえなんでこんなことが起こったのみたいなショイグ氏の辞任に対してはねなんかロ,ロジックがあんまりないとも言われますけどロシア側について不都合なことは こちら側に対してはいいことなんで戦争が早く終わることに結びついたらなと思っております逆にすごく有能でカリズマ性があってそういう人が現れるとプリコジン氏がいましたねプリコジン氏みたいな人がいるともし不満があって何かこう騒動になる国に反対になるってことになったら有利なので全くそんな人をまとめる力とかない 国防省のトップの方がプーチンにとっては交通号ですねプリゴジン氏の例を見てあれを恐れてるんですよきっとでプリゴジン氏は結局飛行機の事故でいなくなったのでショーグ氏もこれから無事でいられるとは限らないというふうにも言われますはい結局こんな感じでプーチン大統領また大統領いつまで大統領いるのって感じでありえないんだけど こんな現実です。では90年代プーチンがどうやって大統領に至った経緯などについて皆さんもぜひ興味あったらコメントで教えてください。それについて細かい解説動画をもし興味あれば作れますので教えてください。では今日の動画いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。